はい、15万円ジャスト入れます。今年もまた1からのスタートです。俺のやり方があるんで、僕は僕のやり方で達成する。全部頑張る、はい、シンプルにこれでしょう。はい、皆さんこんにちは。ちょっと待って、なんか緊張してない？え？なんか緊張してない？全然緊張してないよ。今日はですね、江戸川競艇場に来てるんですけども、100万円企画になります。明日から江戸川 G1 開催なんですが、今日はガマゴーリナイターで勝負していきたいと思います。今1月の23日か、今日24じゃね？24か。ちょっと忙しくて前半のうちに取れなかったんですけれども、まあ得意のガマゴーリということで、まあ最終日、勝負していきたいと思います。今年一発目？今年一発目です。今年一発目の100万企画と。そうですね。で、去年はちょっとかなり不甲斐ない結果に終わってしまったので、高額回収したけど全部溶かすみたいな、そういうことをやってしまったので、ただスタイルは変えません。誰もガチガチの本命予想を求めている人はいないと思うので。でも最近やっぱ多いんですよ、なんかその競艇は1だろ、下手くそみたいな。カメラマン系と変われ、うるせえなっつって、うるせえなっつって。俺のやり方があるんで、僕は僕のやり方で達成する。例えばじゃあ大金を回収しましたと、そこで、まあ、20倍以下の配当を仕留めて達成したところで夢がないじゃないですか。だったら10万20万の資金で一撃帯封、まあ、理想は万張り回収を達成して5万円スタートなんで、やっぱりそういう競艇でも夢を見れるというところを見せたいんで、僕は僕のスタイルで、まあ理想は満州ぶちかまして達成したいと思ってますんで、今年はさらにね気合を入れて頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあいきましょうか。頑張って頑張ってじゃねえよ。今日はもうぶちかますよ絶対。とかよ、毎回言ってんじゃん。毎回言ってるんだけど、やっぱ気持ち上げていかないとダメじゃん。これ以上負けるとメンタルやられちまうからさ。はい、はい、ということで結局11レースまで来ちゃいました。そして本日ですね、最終日ということもありまして、3レースから10レースまで全部イン逃げ決着になっていると。今節結果を残してきた選手が1号艇に入るんで、まあそのまま結局ずっと逃げてきたということで、まあ今日の水面だとその一撃狙うのは厳しいんじゃないかと判断しました。ただド本命にかけるというよりは、イン逃げでも中穴ひも割れを狙っていけると思ったレースがあるので、そこに万張りして一撃で回収していきたいと思ってます。なるほど。はい、なんで3連単は4点で仕留めたいと思います。なのでインは買うけど点数は絞って中穴を狙いに行くと。そういうことです。4点に絞れば最高で回収率一撃1000%超えは狙えるぐらいのオッズついてるんで、これで勝負したいと思います。じゃあもう万張りって形になる。最低でも万張り、ド本線に、2万張りなっていう形で5万円勝負でいきたいと思います。了解です。はい、もういきます。一旦雅子のお告げ聞いといた方がいいんじゃないの。お告げ聞いとく。どうせ5000円じゃないの。さすがにねえだろ。やめてくれよ。あ、21だ。お、よしよし、お次が。うわぁ、5000。嘘でしょ。マジで5000、ここで行くの。ちょっと待って、なんか池田がいい、原田がいいって言ったら急に5000くる。なんなの今のつながりは。今の聞きました。池田選手もいいんですよね、で原田選手もいいのでうちで決まると5000で。謎すぎんだけど。はい、じゃあ5万円ジャスト入れます。きっちり5万円ジャストです。今年もまた1からのスタートです。じゃあ最後のうちお祈りだけしていこう。お任せします。今日はじゃあこの船券を目の前に置いてください
はい、ということで勝負レースですけれども、ガマゴーリ11レースにしました、最終日のガマゴーリ11レースにしました、まず今日の傾向からちょっともう一回振り返りたいんですけど、3レースから全部イン逃げで、ただ相手は6号艇か4号艇どっちかが必ず船金に絡むっていうパターンになってるんで、どちらかというと刺し、まくり刺しは当然1本も入ってないですし、刺してくる選手が2、3着に来てるっていう傾向になってるんで、11レースもそれを狙っていこうと思います。でまず展開なんですけれども、今節の平均スタートタイミングを見ると2号艇の池田選手がトップでコンマ10と、そして3号艇の大見選手が2位でコンマ11ということ でこの2人がちょっと抜けているんで、ここも多分2、3号艇のどっちかがトップスタート切ってくると、間違いなく地元の池田は遅れないので1号艇原田の壁になると思います。そして回り足出足は当然原田の方が上なんで、ただ壁になって原田を逃がすだけっていう展開を想定します。で大見は、池田がスタート決めてくるんで外を回すだけということで、池田が差し、大見がまくり、そして森田は当然大見が壁になるんで差しっていう無難な展開だからこそインで決まるっていう風なのが普通なんですけれども、僕が狙いたいのは展示タイムでトップで、しかも、ずっとね今節気配が良かった6号艇の坪井選手、坪井選手は昨日も、一昨日も6号艇から4着だったんですけれども、道中必ず3着に追いついてるんですよ1回、そして最後の最後で逆転されて4着になってるっていうのがパターンなんで、今回3度目の正直ということで、今回こそは3着に来れるんじゃないかと。そして今日のガマゴーリはなんか結構風が強いんですよ、道中の逆転が結構あった今まで10レース見て、なので1マークで届かなくても2マークをうまくさばければ坪井選手なら差し返せるんじゃないかと思って3着付けにします。1前6で勝負します。で相手本戦は当然地元の池田浩二で126に2万、あとは136146156は全部まんまりで、合計5万、はい、シンプルにこれで勝負します。126は現在16倍なんで2万張りなんで32万ぐらいになると。であとは全部30倍超えてるんで万張りで、まあ、最低でも30万円、そして一番でかい156が来れば40万になるということなんで、まあ、ここ決めれればこの次かこの次の次あたりに100万円を狙っていけると思います。以上です。よろしくお願いします。今日は気合い入れてもう立って撮影しますワンチャン前付けはないと。おおおおここさ入ったおいやばい流れ向いてきたぞ。2着はねえよ。待って2着はないよ。大谷坪井は入れ替わりそうなピット場。いやこれはあるよマジで。2着はないよ頼むよ。シリーズのセミファイナル特別選抜 A 戦でも今日やっぱまくり差しでの2着で1回も5コースからのまくり差しで2着ないんで、ね、横風北西を中心に4メートル前後という状況ではあります。これどうなんだろうね、3着の場合は6コースの方が良かったみたいなパターン可能性もあるよ。だって俺は6コースで予想組んでるからね、まあ、でも県内のその分県内の可能性は上がったと思う、うん。どちらにしても船圏内のチャンスは良かった。あとは3着にしっかり来てくればいいから。3でいいんだよお前はゆったり2コースに池田浩二で3コースに大見翔吾4稼働森田、まあ、スリットは間違いなくスローだろうね。このメンバーな魚谷智之と分かれまして特別選抜 A は10秒前です。よし行け。1番2番3番4番6番5番の進入です。よしこれも揃った完璧。1が遅れてる。いや大丈夫。スタートしません。号艇これでもう2番4番出しが効いていますが2号艇の原田坪井が3着に来るだけ。3着7ある。攻撃ブロックしながら刺して3号艇外詰まりやがった。手をつく森田うっそうない。1号艇押し切り成功。1号艇の原田頼む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 。4号艇脇をシャーベに4号艇の森田俊介アウト。2号艇インコースから5号艇詰まったね。でもまだあるある。頼む5突っ込め。5が突っ込め。4号艇の森田俊介つけてまう。2号艇また外行った。2号艇池田浩二本望。よっしゃろー。よし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 よ
2号艇の池田浩二、3番手逆転、ガチで池田の体型に変わっています。6号艇の坪井、2号艇の学校アンダッキー、3号艇の近江、最悪なんだけど。ついてなさすぎる。先頭で1番の原田幸也ゴールイン、2着で4番の森田、2番の池田が3着で今ゴールイン。これも競艇です。逆パターンもあるからね。マジで辛すぎるわ今のは。あの2分間にさ、天国から地獄を味わうとこんなに疲れるんだ。まあね、あれは衝撃でかいよね。でも多分俺が本当につ ついてたらあそこは絶対に1チャンネルだった。まあね、だからやっぱりギャンブル運もあるんだな。流れが重要だよな。最近は特に流れ良くないね。流れがもう悪すぎる最近。結局ガマゴイでもさ、あのマンス溶かしてるわけじゃん。ああ、対決のね。そう、役年だね、つうか後役だべ。役年待って、これ待って今の間と役年っていうのは役年っていうもの自体を知らないの。いや、知ってるけど興味がなさすぎて、その気にしたこともなかった。あ、なるほど。俺も役年だね、信じたことに。でもとにかく後役らしい、俺らは。じゃあまあ江戸川だな、真の江戸川。それしかないよね、江戸川。これ、ナイピーだね。ナイピーまあ、マンスを取るんだったらな、江戸川だべ。うん、そこで流れを引き寄せるわ。運の標準を江戸川のそのレースに持ってくれば、まあ10点ぐらいで特大マンスまで取れるんで。まあ今日は焼き肉食って忘れよう。次頑張ろう。そうなの。次俺にやらせてくれ、100万チャレンジ。いや無理無理いいじゃん、俺のアンチが喜ぶから。そして難なく達成。難なく達成それだけはさせたくないから絶対にチャレンジすらさせねえわ